い、皆さんこんにちは。11月も半分過ぎてしまいました。12月のクリスマス、そして年明けも駆け足でやってくると思います。お店ではもうクリスマスの雰囲気ですね。ポインセチアを今日は描きたいと思います。ちょっと難しいかと思いますけれども、いろいろと観察しながら描きたいと思います。今日は中筆と面相筆、そして色はですね、サンゴ、紅、そしてエンジ、紅梅、そして若葉色、黄色、そして本藍ですね。139番の本藍を用います。それでは早速描きましょう。はい、薄墨で真ん中から描いていきます。だいたいこの範囲で描きます。ここに字を描きます。描きます。それで真ん中から描いていきますので、ここから ここにお花がついています。ここにもお花がついています。それで、はい、このここから葉が、あの軸がですね、こうして出ています。みんな3本ずつ出ています。こういうふうに1、2、3と。そしてこちらも手前に3本ですね。そしてここから葉を描いていきます。小さい葉から描いていきましょう。こうしますね。そしてここからこうして、次はこれが重なり合っています。こういうふうに書いていきます。そしてここからもこういうふうに重なっております。真ん中から書きますと書きやすいですね。そしてこちらも真ん中の葉を書きます。こういうふうに。そしてここから大きな葉がこういうふうにています。そしてこちらもこういうふうに、そしてこちらもまず真ん中の葉を描いてみましょう。こういうふうにね、これは大きいですね。そしてこれもこうしたように、こうして描いてみましょう。実際にポインセチアをお買い求めになって描かれる時にどういうふうに描くかを参考にしていただければいいかと思います。こちらにもう1枚出てますね。そして
キハです。そしてこちらもこの下の方からこういう風に出ております。大きい葉はかなりこうひだが出てますね。こういう風に、そしてこちらにもこういう風に埋めていけばよろしいかと思います。はい、ここにも大きい葉が重なっております。見事ですね。こういう風になっております。そしてこちらには葉がこういうふうになっております。出ております。こういうふうに葉は1枚でいいでしょうか。はい、それからまずサンゴですね。サンゴの色を用います。あまり水を使わないようにいたしましょう。サンゴで これもこういうふうに下から出ております。薄く全体の下塗りをしておきましょう。これは葉でしたね。下塗りをしますと全体が見えてきますね。それでどういうふうに色を塗っていけばいいのかをこの時に考えます。さあ、それでは紅ですね。紅と塩地を混ぜます。紅と塩地を混ぜます。そうするとこのような色になりますね。まず、はい、もう本番ぶつけっていう感じで外から
外から塗った方が、外側から塗った方が美しく仕上がるのではないかなと思います。で、今回はあまり水を使いますと非常に乾くまでに時間がかかりますので、ほんの少し水を使うだけにいたします。きれいにこういうふうに塗ってください。と紅ですね。紅と紅、はい、この大きな葉から描いてみましょう。塗ってまいりましょう。ですね。この葉の重なり部分はこういうふうにちょっと白く残しておいてください。後できちんと処理いたします。そして次はこの色に酸を混ぜます。酸を混ぜまして、この色よりも少々薄い色にします。明度がね。でこれを塗っていきます。内側を塗っていきます。この時もあまり水を
使わないようにすると綺麗に仕上がると思います。ちょっと色をこの色とは違った感じに塗っていくと立体感が出ていいんじゃないかなと思います。きますのでこう回してもいいです。見ているととてもイライラとするかもしれません。その時は早送りしてご覧になってください。そうしましたら筆を洗っていつもの通り私流ですね、この白い部分をちょっと埋めます。こういうふうにはい、こういうふうに丁寧に丁寧に書くことによってこの中から生まれる美しい温かいものが生まれてくるんじゃないかと思います。そこで、はい、ここで演じとこの演じですね、演じと薄墨を少々混ぜます。少々混ぜまして、茎が赤いんですよね。こういうふうにここからこうして引いてあげましょう。
そして水で濡らした筆で、きれいに洗った筆で、ここのところをちょっとこうしてぼかしてやりましょう。そうです、このようにぼかしてあげましょう。そして最初にこの若葉色ですね、これで茎のところ、このお花のつぼみは下までします。下塗りをいたします。ここにゴツゴツゴツとなってるんですね。このここから葉が出ています。そしてこれ 葉のところですね、これを乾かしている間に葉を塗ります。非常に濃い緑ですので、本藍と、本藍ですね、本藍と緑を混ぜます。そうしますとこういう色になります。こういう色に、これに薄墨を少々混ぜます。そしてこういうふうに濃くします、ね、そしてここに葉を入れます。ここ白く残してくださいね。色がにじんで汚くなりますので、そしてここにも出ております。
ここでここもいたしましょうね。乾いてきましたので、でこの緑にちょっと本ワインのこの色を混ぜまして、こういうふうにゴツゴツっとした感じを出しましょう。はい、そしてここにですねお花がついていますので、黄色い、黄色ですね、黄色にちょっと酸を混ぜます。そうするとこういう色になりますね。こういう色に、ここでちょっと黄色いお花ちょっとここにのせます。そしてこのえんじですね、えんじ色そのまま混ぜないで、ここにちょっとのせます。ここからですね、この仕上げに入ります。この園児ですね、園児に本藍を混ぜます。少々混ぜます。こういう色になりますね。ちょっと黒いですけれど、でところどころこういう重なっている部分とかをそーっと縁取りしてあげましょう。こういうふうに、こういうふうにしてあげます。そしてこういう部分をきちっと美しくしてあげましょう。そしてこの茎の部分ですね、ここもこういうふうにきちっとしてあげましょう。そしてこの白くの残した部分もさらりとこういうふうになぞってあげましょう。そしてこういうふうに、つかないように回してあげてもいいです。はい。
きちっとこういうふうにね、非常に刃先が尖っていますので、こういったところをきちっとしてあげてくださいね。こういうふうに緑と本藍を混ぜた色で、本藍を混ぜた色で、このここもきちっとこういうふうに。そしてこの紅ですね、紅を面相筆につけまして、葉脈をちょっとこういうふうにところどころつけてあげるといいと思います。あまり濃くしますと非常に汚く見えますので、さらりとなんとなく分かるようにした方がよろしいじゃないかと思います。はい、こういうふうに非常に丁寧に描きましたけれども、それでは次はこの葉の方行きましょう。非常に濃い濃い墨と本藍を混ぜまして、この色を作ります。この色ね。そしてこういったところ
きちっと。これで完成かと思います。ちょっと時間がかかりますけれども、集中することによってポインセチアと私が一体になれるのではないかと思います。それでは、愛する家族、愛する人のことを思う気持ちで、愛しむという字を書こうと思います。そして印はここに置きいたします。ちょっとここで皆さんお気づきかと思いますけれども、こちらの茎を描くのを忘れておりました。修正いたします。はい、緑と草色ですね。そして本藍を混ぜまして、このここに茎をちょっと入れてあげましょう。忘れておりました。宙に浮いてしまっておりました。はい、これでいいです。赤に白がとても似合いますね。それで白い純白のお着物を着せてみました。それでは皆さんも素敵なポインセチアを描いてみてくださいね。次回をお楽しみに。お元気でね。